を続けてね。今の私がお姉ちゃんのためにできるのはこれだけ。どうか幸せに生きて。目が覚めたようね。ここ一体、いや、それよりもレナは。落ち着きなさい。まずここは私たちの組織トレリックの基地の中よ。気絶したあなたをここまで運んできたの。レナさんはエコークリスタルと融合してあの場所に封印されてしまった。どういうこと？レナは死んだの？死んではないけど、あの状態だと生きてるとも言えないかな。そんなの死んでるも同然じゃない。ちょっとまだ動いたら。私のせいだ。私がもっと強ければレナを守れたのに。あなたに必要なものを教えます。それは偉大な遺物ですよ。え、フェンリル中佐、なぜここに？偉大な遺物があればあなたの妹は助けられる。それを彼に伝えにね。その偉大な遺物というのは一体？ちょっと、また倒れてしまいました。まあ、病み上がりなのに無理するからですね。次に目を覚ましたら何か食べさせて訓練室に連れてきてください。訓練が始まるよ。悲しみのあまり食事も喉を通らないかと思ってたけど、そんなことなかったみたいね。悲しんでる暇なんてないもの。それでここは何をする場所なの？よろしく、新人くん。調子はどうですか？いいですか？いいですよね。では早速。あの、新人って？私、仲間になるなんて一言も言った覚えはないけど。そうですか。まあ、妹さんを助けられる偉大な遺物についてそんなに知りたくないというのなら仕方ないですね。では私はこれで。待って。わかったわよ。喜んで仲間になるわ。それで私にこれから何をしろって？お分かりいただけて何よりです。さて、あなたは妹を救う方法について知りたい。そうですね。けれどこちらとしてもいきなり全てをお話しするわけにはいきません。だってほら、私たちっていわゆる特務機関なので、どこの誰とも知れないよそ者には情報を明かせないというか。陣容を調整しよっか。雪崩は優れた防御型進化体だよ。彼女を前衛に置いて仲間を守ろう。新しい陣容で戦おう。各員注意。ちょっとだけ実力を見せてあげるわ。
ここにもしかのビロン。それちょっとだけ実力を見せてあげるわ。ライン、新人だって言ったじゃない。なんだか面倒ね。とりあえず今の段階で話せることは全部教えてくれない？面倒とはまた失礼千万ですが、まあいいでしょう。具体的に何が知りたいのですか？そうね、そもそも偉大な異物というのは一体？その質問に答えるには、そうですね、まずはこれを聞かなくてはなりません。あなたはエコークリスタルの特性についてどの程度ご存知ですか？何かと何かを融合させる力があるってことくらいは。その通り。一般的な物理法則を無視して、無機物だろうが有機物だろうがクリスタルを通して融合させることができます。それがエコークリスタルの特性ですね。この特性を用いれば、角に満開の花を咲かせる鹿、甲羅にきらめくクリスタルを輝かせる亀、なんてものも生み出せてしまうわけです。他にもあなた思いの病弱な少女をクリスタルと融合させたりなどもですね。中佐、無神経ですよ。申し訳ありません。非常に興味深いケースだったので、つい。さて、クリスタルを用いて融合させられた2つの物質は、現代の科学技術では決して元の状態に戻すことはできません。ただ偉大な異物だけは例外です。あれには物質を分裂させる特性がありますからね。そう、それこそがあなたの妹を救う唯一の方法というわけです。とにかくそれがあればレナは助かるのね。どこで手に入るの？おっと、サービスタイムはここまで。これ以上の情報はあなたが力を示してからにしましょうか。中間補給を受け取ってね。招待メンバーの作戦能力を上げるには増幅アイテムを使う必要があるよ。進化体の初期調律ゲージが上がると、先にスキルを発動することができるよ。委託作戦を行い、組織の他のメンバーに強化素材を集めてくるようお願いしてみよう。探すをタップして委託作戦をスタートさせよう。探索を続けてね。注意。貸しだらけの欠陥品は出直してきなさい。それ。雷鳴が轟き、大地は静まり返る。凛冬軍人の誇りを鹿の議論。貸しだらけの欠陥品は出直してきなさい。
リオンの書の力を使ってスターライトを気絶させて彼女のスキル発動を阻止するんだ。矢の降った地に生きるものなし。よくやったね。任務完了だよ。力は示したわよ。さあ、偉大な異物の在りかを教えて。グッドです。ではお望み通り異物の在りかを教えましょうと言いたいところですが、それはできません。なぜかというと、なんと異物がある場所に関しては詳細が分かっていないからです。は？偉大な異物はある種の人たちにとっては禁忌とされているのです。それゆえ破壊され、人々の記憶からも抹消され、その原理すら古代の書物から削除されているので復元もできないというわけなのですね。じゃあダメじゃない。レナを救えるなんて言って私を騙したの。まあまあ、話は最後まで聞いてください。頭に浮かんだことをすぐに口から出すなんて愚か者の証ですよ。私たちが、いえ、私たちだけが妹さんを救えるのは真実です。その証拠に偉大な異物の一部なら私たちの手の中にあるのですから。一部？ええ、偉大な異物はかつてある勢力に破壊されるのを防ぐため分解されて各地に秘匿されました。その一つを我々が保管しているのですよ。もうぶっちゃけると私たちはその勢力と敵対関係にあります。そして同時に彼らはあなたの敵でもあると言っておきましょうか。もしかして偉大な異物を破壊しようとした奴らって私と妹を狙ってきてた？そう、ラスプタです。彼らは現代における古神の代理人を名乗る不届き者どもですね。
頭のアクセサリーが気になるの？これは私を抑えてる封印なんだ。あ、取らない方がいいよ。とんでもないことになっちゃうから。冒険と実験、それ以外に私の人生に必要なものはないな。寝ないのかって？私いつも半分眠ってる状態なんだ。じゃないと頭の回転が早すぎて脳がおかしくなっちゃうの。冒険と実験、寝ないのかって？冒険と実験、寝ないのか？この冒険と実験、それ以外に寝ないのかって？よろしくね。指名されたからにはしっかり働かないと。もしかして不安？君よりは強いから安心していいわ。君、料理はできるの？まあ、別にできたところでね。出来合いのものを食べればいいのよ。片付けも楽だし。身だしなみはきちんとしなさいよ。私が恥ずかしくないようにね。寝癖が気になるわ。おい、この頑固ね。髪はしっかりついてるのに、乾かさないで寝るのがダメなのかしら。君、料理はでき、この後訓練に行く予定だったんだけど。いいよ、少しだけ付き合ってあげる。好き嫌いって人によって違うでしょ。私はあまり干渉されない方が好き。あ、違う違う、読書の時の話、今は気にしないでいいから。あなたも読書が好きなんて奇遇ね。お気に入りの本？私の場合は特に気に入った本があるわけじゃないの。あ、もしかしたら空想の世界に浸る感覚が好きなだけなのかも。小説をたくさん読むと自分でも書いてみたくなるものでしょ。でも文章で物語を書くのって難しいのよね。だから絵で表現するしかなくて。あ、言ってなかった？私仕事の合間に漫画を書いてるの。結構評判いいんだから。好き嫌いって人によって違う。あなたも読書、小説をたくさん読むと自分でも好き嫌いって人によって違う。お部屋にずっといたら退屈でしょ。ねえ、冒険に出ようよ。Thank you.
私の人生に必要なものはないな。